諸君、第200回国会は本日召集されました。これより会議を開きます。日程第一、議席の指定を行います。衆議院規則第14条によりまして、諸君の議席は議長においてただいまの仮議席の通りに指定いたします。この際、新たに議席に就かれました議員を紹介いたします。第437番、南関東選挙区選出議員、出畑稔君。日程第二、会期の件につきお諮りいたします。今回の臨時会の会期は12月9日まで67日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって会期は67日間とすることに決まりました。常任委員長辞任の件につきお諮りいたします。総務委員長江田康之君、法務委員長話康弘君、財務金融委員長酒井学君、厚生労働委員長富岡努君、農林水産委員長武藤洋二君、国土交通委員長谷浩一君、安全保障委員長岸信夫君、国家基本政策委員長佐藤勉君、予算委員長野田聖子君、決算行政監視委員長海江田万里君及び懲罰委員長篠原隆君から、それぞれ常任委員長を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては総務委員長ほか10常任委員長の選挙を行うのでありますが、すでに議員運営委員長、内閣委員長、外務委員長、文部科学委員長、経済産業委員長および環境委員長が欠員となっておりますので、この際議員運営委員長ほか16常任委員長の選挙を行います。議長、福田達夫君。各常任委員長の選挙はその手続きを省略して議長において指名されることを望みます。福田達夫君の動議にご異議ありませんか？ご異議なしと認めます。よって動議のとおり決まりました。議長は各常任委員長を指名いたします。議員運営委員長高木剛君。内閣委員長松本文明君。総務委員長大口義則君。法務委員長松島みどり君。外務委員長松本剛明君。財務金融委員長田中良生君。文部科学委員長立花啓一郎君。厚生労働委員長森山正人君。農林水産委員長吉野正義君。
経済産業委員長、富田重幸君。国土交通委員長、土井徹君。環境委員長、鷲尾英一郎君。安全保障委員長、西銘恒三郎君。国家基本政策委員長、森英介君。予算委員長、棚橋康文君。決算行政監視委員長、生方幸男君。懲罰委員長、平野博文君。お諮りいたします。情報監視審査会委員、江崎哲馬君、赤澤良生君及び大島敦史君からそれぞれ委員を辞任いたしたいとの申し出があります。これを許可するにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって許可することに決まりました。つきましては情報監視審査会委員の選任を行います。衆議院情報監視審査会規定第6条の規定に基づき、情報監視審査会委員に小野寺逸則君、大塚隆君及び篠原隆君を選任するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よっていずれも選任することに決まりました。特別委員会の設置につきお諮りいたします。災害対策を樹立するため委員40人よりなる災害対策特別委員会、政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する調査を行うため委員40人よりなる政治倫理の確立および公職選挙法改正に関する特別委員会、沖縄および北方問題に関する対策樹立のため委員25人よりなる沖縄および北方問題に関する特別委員会、北朝鮮による拉致等に関する諸問題を調査しその対策樹立に資するため委員25人よりなる北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会、消費者の利益の擁護および増進等に関する総合的な対策を樹立するため委員35人よりなる消費者問題に関する特別委員会、科学技術イノベーション推進の総合的な対策を樹立するため委員35人よりなる科学技術イノベーション推進特別委員会、東日本大震災からの復興にあたりその総合的対策を樹立するため委員45人よりなる東日本大震災復興特別委員会及び原子力に関する諸問題を調査するため委員40人よりなる原子力問題調査特別委員会を設置いたしたいと存じます。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのとおり決まりました。次に地方創生に関する総合的な対策を樹立するため委員40人よりなる地方創生に関する特別委員会を設置いたしたいと存じます。これに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数。よってそのとおり決まりました。ただいま議決されました旧特別委員会の委員はおって指名いたします。この際暫時休憩いたします。